動画をご視聴いただきましてありがとうございます。私はひたちなかまちづくり株式会社で花と緑いっぱいの街プロジェクトを担当しております鴨下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。この動画はひたちなか市市内の企業の皆さんの街への緑化の取り組みを対談形式でお話しいただく番組です。はい、本日は株式会社ネクスト川島さん代表取締役の川島博之様にお話を伺いたいと思います。まずネクスト川島さんの遠隔をご紹介させていただきます。1958年に先代のお父様が旧勝田泉町で川島プロパンガス商会を創業されました。1994年7月に株式会社に組織変更、株式会社川島プロパンとして発足。2002年には川島博之様が代表取締役に就任されました。2013年7月に本社社屋を新築建て替え完成。2013年10月にはラポール川島新築開設。2016年8月には会員制クラブラポクラブを開始。2017年6月に川島プロパンから株式会社ネクスト川島へ社名変更。2018年3月に創業60周年を迎えられたということであります。また川島さんという人に対してご紹介いたしますけれども、現在ではひたちなか商工会議所の副会頭にお付きになられて、またまちづくり株式会社の発起人であり取締役を務めていただいてもいらっしゃいます。川島社長といえばこの町では元気はつらつ燃える男、そしていつもどんな場面でも明るくしてしまうムードメーカーであります。ちなみにひたちなか祭りの実行委員長された時のスローガンは燃えろでありました。私も若い頃からお世話になっていて頭の上がらない先輩の一人であります。本日はお話を聞くのを楽しみにしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ早速ではありますけれども、ネクスト川島さんの現在の事業内容についてお伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。はい、4年前に社名を変更する前は川島プロパンという称号でした。文字通りプロパンガスの供給販売から始まり、現在もガス販売が主軸となっております。時代の変化に伴って現在は電力の販売、プロン電気と言いますが、電力の販売や太陽光発電、そして蓄電池の設置工事や、家電の販売、住宅設備機器、もちろんガス機器、灯油、食品、飲料水、ウォーターサーバー、そして住宅のリフォーム工事等に力を注いでいるところでございます。特に住宅リフォーム工事ではトイレ、浴室、キッチン、洗面化粧台などの水回り工事を得意分野としております。また5年ほど前から開始いたしましたラポクラブは、私どもインフラ企業が始めた暮らしをより便利にする会員制サービスです。サービスには3つの柱があり、その1つ川島オフは暮らしの安心サービス、そして2つ目のローカルオフは地域の人と企業やお店をつなぐサービス、そして3つ目のクラブオフは旅行や遠出の際に便利になるサービス、より付加価値のあるサービスを充実させて展開しております。現在はまだ3000件余りの会員数ですが、数年後には1万5000件以上の会員数を目指しております。そして今我々エネルギーを取り扱う企業として SDGs 持続可能な開発目標、持続可能な開発目標の専門チームを作り、会社を挙げて社員一人一人が真剣に取り組んでいるところでございます。はい、ありがとうございます。川島プロパンさんという馴染みのある名前からネクスト川島さんに変えられて、ガスだけでなく幅広い商品商材を取り扱いになられて、今後の世界に沿う商売をされているということが、よく分かりました。で、皆さんにこのお話を伺う上で聞いていることなんですけど、
まあ、社長になられた時のお気持ちというかですね、まずいつ川島商会の跡取りとして親父の仕事を継ぐんだって決意されたというか、思った意識したのって何歳ぐらいなんですか。まあ小さい頃からおそらくなるんだろうなと思ってましたけど、はい、特に小学校の卒業式の謝恩会でですね、ボンベを持って僕は川島プロパンの社長になりますというような劇をやった覚え出があります。まあちょっと恥ずかしかったですけどね、まあ、そんな思い出もあります。ありがとうございます。まあ、なかなか小学校の頃から自分の仕事を思い上げてそれを現実にする人ってなかなかいないと思うので、まあすごいなって思います。すごいエピソードだと思います。これは今日初めて聞きました。はい。そしてですね、実際にこう2002年40歳の時に社長を次になられて、まあ多分お父さんもご健在だったと思うんですけれども、まあ、社長になったらこれをやりたいと思ったこと、または、まあ、社長になってみたらこんなことが困ったっていうことがあれば何か教えていただければと思います。はい。40歳で社長になったんですが、その前、まあ、30歳、まあ、20代後半から30代は営業をやってました。特に住宅を建てる工務店営業という形でやってたんですが、まあ、その時はもう専務の立場がすごく便利でですね、まあ、先方からこうしろああしろということの答えを社長に聞いて確認しますというようなことで時間を取ることができましたね。でそれが社長になるともう即決して返事をしなくちゃいけない、今ここで返事を しなくちゃいけないというのが、まあ、そういう社長だともう相手もそれを求めるので、それがやっぱり非常にこう社長業ではすごく即断即決というのが重荷になってました。まあ私も専務から社長になって営業上がりなのでお気持ちはよく分かります。でこれらのご紹介したラッポクラブとかの事業は川島さんの発案でやられてるってことですか。そうですね。でもほとんどもう社員の方からこうしようあしようって声が出て、まあみんなが良くなることがいいことなんですけどね、社員さんの、まあこのうちの会社の名前も社員の方からこういう名前がいいんじゃないかななんていうこともあったので、まあ、社員のからの発案というのもとても大事にしてます、うん、はい、ありがとうございます。さて仕事の方でちょっと聞いてみたいことがあるんですけど、まずこうラポールというのはこう意味とか名称の由来って、まあ、意味ですね、どういう意味なんでしょうか。はい、ラポールというのはこの目の前にある建物がラポールという建物なんですが、うん、まあ、名前の由来は、近隣の方々が寄り添う、まあ、より集まって寄り添う場にしようというようなことでラポールという言葉を使わさせていただきました。でここはラポルームなんですが、今現在ここで撮影してさせていただいているラポルーム、ここもラポールから取ってラポルームという名前に位置づけさせていただきました。はい、ありがとうございます。さて、このご説明の中にあった3つのオフっていう、まあ、ラポクラブの3つのオフっていうのがあったと思います。1つは川島オフ、もう1つはローカルオフ、3つ目はクラブオフという言葉で、まあ、ご説明はいただいたんですけれども、もう少し私のようなものにでも分かるようにこうご説明いただけるといいかなと思うんですが、1つずつこう深掘りをしていただいてよろしいでしょうか。はいはい、ラポクラブの中には3つのサービスがありまして、はい、まずは今おっしゃったその川島オフというのが、暮らしの安全やサービス、まあ、安心サービスですね、をお届けしております。例えば、社員が2人1組でお伺いして1時間ですね、例えば草むしりをする、枝払いをする、家具の移動をする、粗大ごみ、粗大ごみを処理する、中には軽トラックの貸し出しなんかもあります。ここラポルームも実はラポクラブ川島オフの皆さん使っていただけるようなそんな空間として位置づけております。2番目のですね、
ローカルオフ、これは近隣のお店ですね、地域の人とお店、そして企業をつなぐサービスということで、今数百のお店がですね、加盟店になっていただきまして、会員の皆さんがカードを提出するとそこで値引きがあったり、商品をいただけたり、一つプレゼントがあったり、ということで、皆様にお得になるそのお店と会員がつながるサービスというような形です。もう一つのクラブオフは、旅行に行ったり遠出に行った際にですね、全国のホテルやレストランで受けられるサービスです。これも値引きがあったり特典がある、そういったサービスを実施しております。以上です。はい、ありがとうございます。その川島オフっていうのはなんていうんですか、身近なところで困りごとを解決できる、便利屋さんみたいなことを、クラブ会員さんの皆さんにご提供しているということで、いわゆる重労働ができないとか、もうちょっと暑くて大変だからやりたくない仕事っていうのをお客さんの中に行ってサービスを提供することによって、より深いこう結びつきができるっていうか、素晴らしい発想だなと思います。で、次のローカルオフに関して言うと、ネクスト川島さんだけが良くなればいいわけじゃなくて、加盟してくださってる企業の皆さんにも売り上げが上がったり、でサービスがあったり、会員さんにはサービスがあったり、このみんながウィンウィンになるっていう関係がよくこの2つからは手に取るように分かる。で、3つ目がこれもひたちなかを飛び越えて全国までサービスが展開できるという形で、小さなスタートからもう大きな大事まで、このラポクラブの会員さんになると何でもやることができるということで、ぜひガストリフォームとこれからの電力電気、それに関しては川島さんの方でご購入いただきまして、ラポクラムにね、ぜひ加盟していただければというふうに思いました。ありがとうございました。さあ次ですね、ここまで仕事の話聞きましたけれども、今後のですね、事業展開、目標、夢、これからのやりたいことなどがありましたら、川島社長にお伺いしたいんですが、よろしいでしょうか。まずは先ほどのラポクラブをより充実させてですね、会員を増強を図りたいなと、これがやっぱり今一番思っておるところです。そして他社にできない、真似のできない、そういうサービスをですね、ぜひ展開していきたいなというふうに考えております。またこれから目まぐるしくですね、時代の変化が来るというように思ってますが、これに適応できるようにですね、私がいつも一緒にいるというか尊敬する小野修先輩の教えの鑑みてですね、早い段階での事業承継ができたらなというように考えております。ちょうど私も来年で社長業を務めて20年が経とうとしておりますので、このあたりが潮時というか、時代に合った若々しい発想とスピード感を持って新たな時代へと展開し行っていきたいと考えております。そして毎朝朝礼で経営理念を唱和しているのですが、最後の一文に、働きがいのある100年企業を目指しますと全員で声を揃えて語っております。創業100年まであと36年ほどありますが、次の100年をも目指せる企業へと成長できることを願っております。以上です。ありがとうございました。今大変な決断をこの場で聞いたような気がいたしますけれども、ちょっとそんな大きなことをこの対談で言っていいのか、なんとなく心配になるところでありますけど、ご本人の口から出たことなので、そのまま受け取りたいと思います。次世代に向けて、その事業承継をしてまいりたいというお話をしていただいたんだと思うんですけれども、その時だからこそこの社名変更というのがあったのかな、このネクスト川島というのはおそらくそういう意味が込められているのかなというふうに感じるんですが、これをつけた思いとこれに込められたこう思いみたいなのがありましたら、ちょっと教えていただきたいんですけれども。はい、
ちょうど創業60周年を迎えるにあたってですね、その前に社名を変更しようかという声が上がりまして、これも先ほど言ったように社員から募集してみようということで、いろんな名前が出ました、チーム川島とかですね、いろんな名前が出たのですが、次の時代へということも含めて込めてですね、ネクスト川島、3代目になるだろうという息子も帰ってきまして一緒に仕事をしてますので、次の時代を込めて社名をネクスト川島という名前に変更させていただきました、なるほど。その思いがね、しっかりと詰まったお名前だと思います。きっとバトンを継ぐ息子さんは多大な緊張を今されて準備をされていることだと思いますけれども、いつかはしっかりと継がなければいけないという覚悟をお持ちでやられているんでしょうから、今の川島社長の気持ちは十二分にも私分かりますので、また息子さんのことも応援してまいりたいと思いますので、楽しみにしてますので、よろしくお願いします。親子3代100年企業と言えば簡単ですけれども、多分昭和を過ぎてからその体制でやっていける会社ってほとんどないと思うんですね。やっぱり30年が企業寿命だと言われていて、100年続くってことはなかなか難しいとされている中で、ご紹介した通り様々な変化を遂げられてきたからこそ今も100年先の未来を語れる企業になられているんだと思います。でただそう言ってもやっぱ時代の変化があまりにも早すぎて追いつかないような部分ももしかしてあるのかなと、もしかして今ここにちょっと悩みがあるなと、この業界的な悩みでももちろん個人的な悩みでも結構なんですけど、何かこう100年を維持するために今ちょっとこれは問題だなというようなことがありましたら教えていただきたいんですけれども。はい、そうですね、やはり我々が取り扱っているのは化石燃料、プロパンガスも化石燃料でございますので、今脱炭素社会ということで世界中また日本中でも動いているところでございます。2050年には温室効果ガス実質ゼロという数字も出ております。そんな中で我々が今主軸としてやっている LP ガスの販売業が逆風となっている、なりつつある、これからをどう展開していくかということで我々もいろんなことを考えております。現在電力の販売とか太陽光発電の設置や蓄電池の設置など、時代の変化に流れに沿った仕事の組み立てを取り行っているところでございます。はい、はい。今までのこのエネルギー革命とかいろんな革命に比べると非常に大きな脱炭素非常に大きな流れだと思います。火つければ燃えるものを燃やすなって言ってるわけですから、それで得てきたエネルギーを違うものに変えていこう、世の中の仕組みがもう大きくもう目まぐるしく変わる今が本当の過渡期だと思います。川島社長の会社で言えばですね、今までもそうやって変化を乗り越えてやってこられたので、100年先まで続くということはなんとなく頭の中で想像して、そのお祝いに呼んでいただけたらなという思うぐらいこう想像はつくところなんですけど、やっぱりね、我々の企業なんかもそうですけれども、このところの10年の時の流れの速さというか、会社にとって守るべき10年よりも変えていかなければいけない10年が毎年やってくるというような感じで、非常に今苦慮しているところであります。その中息子さんとともに、また社員さんとともに、それに向かってこう新しいチームを作って乗り越えていこうということができているというのは非常に羨ましい限りであります。さて、やっぱりこう100年続くっていうことは自分一人じゃダメだし、やっぱお客さんとだけの付き合いでもやっぱりダメだと思います。で、川島社長、私の知ってる限りでは、消防団とか、商工会社青年部だったり JC だったり、例えば中学小中学校の親父の会ですとか、各種業界団体組合とか、また
お客様とのお付き合いも非常に丁寧に大切にされて、こう人と人のつながりってものすごく大切にされている方だなって思ってるんですけれども、そんな中で例えばこう、まあ、プロパンガスですから消防団なんかは、まあ、一見ねこう利害が一致するからやってるんじゃないかと思われてる方もいるかもしれないんですけど、もしその入られた時のいきさつとかエピソードとか、消防団に入ってこんなものを得られたよっていうようなことがあれば、まあ、これから消防団に入ろうと思う方々のためにも何か教えていただければなと思います。はい、まず入るきっかけとなったのは、お客様の先輩が入ってたということで、ずっと嫌で逃げておりました、でまたたまたま飲食店のお店でばったりお会いしまして、消防団入んないならお前んとこのガスやめると、この言葉で入るきっかけとなったというのが正直なところです。はい、また長い間消防団もやってきました。そんな中でやはり今こう離れてみると、若い方々がですね、後輩の若い人たちが一生懸命やってるのを見るとですね、やはり頭下がります。やっぱり今の時代に合った消防団活動を一生懸命やってる、もう家族のとか会社の、まあ、社長さんの了解を得てですね、そういう活動に一生懸命汗をかいていただいているというのは本当にありがたいことで、OB となった今だからこそ感謝の気持ちがいっぱいですね。まあ、そんな中、うちの息子も一生懸命やってるんだかなんだか分かりませんが、私の後消防団入ってるみたいなんですが、まあ、でもその入るといった、まあ、そういう気持ちになったのは、まあ、嬉しかったなというふうに思ってます。はい、はい、ありがとうございます。まあ人付き合いが上手だという簡単な言葉で済ませられるような才能ではないと思うんですけれども、川島社長って、まあ、その人と人をつなぐ力があるというか、すごいそこに関しては、まあ、コミュニケーションの化け物じゃないかなと思ってるぐらいのところがあって、どこに行ってもそのちゃんと人と人の間に入ってみんなのことを気遣っていろんなことをしていただけるような先輩だってことを認識してるんですけど、人と人がずっと一緒に仲良くつながっていられる秘訣って川島社長の中でどんなことだというふうに。はい、まあ、私もいろんな先輩方とか仲間たちともうそっちゅうお会いして、特に先輩方にはいろいろ教えていただいたり可愛がっていただいてますが、やはり本音で付き合うということだと思います。まあ、嬉しい時も悲しい時も本音で付き合うというのがやはり人と人が長く付き合える秘訣かなというふうにいつも感じております。まあ、私も素晴らしい仲間先輩方に恵まれて本当に幸せだなというふうにいつも感じてます。ありがとうございます。まあ、私の記憶というか思いが間違いでなければ、きっとその消防入んなければガスやめるって言った先輩とも今仲良くお酒飲んでらっしゃいますもんね。まあ、アースボケって、まあ、いつもそういう言葉をいただきながらいつもいい酒を飲ませていただいております。本音で語るっていうのがいいと思います。ありがとうございました。さあ次ですね、皆さんにお聞きしていることなんですけれども、座右の銘または大切にしているお言葉なんかがありましたらば教えていただきたいというふうに思います。はい、まず私は今日の朝礼でも話したんですが、挨拶と掃除というのをいつも大事にしております。挨拶というのはやはり挨拶で始まって挨拶終わるというのがやっぱり人と人の人との関係かなといつも思っております。私がいつも社員さんにも言うんですが、まず挨拶の明るく笑顔ではっきりと、挨拶のいつでもどこでも誰にでも、挨拶のさ先にしてこそ挨拶、挨拶のつ常に工夫しろというようなことで、挨拶はやはり元気であって笑顔であって、やはり人と人とがやっぱり一番人間関係ができる原動力だというふうに思っております。また掃除はですね、毎朝トイレ掃除をしてます。でトイレ掃除をしないとどうも自分の、まあ、戒めというか自分に対して戒めが、まあ、要はやらないと
その日一日がスタートできない、そんな感じになってます。でやはり総じて学ぶこともたくさんありまして、やはり挨拶と掃除、これがやっぱり人間、人の基本だというふうに思っております。はい、もう一つ、もう一つはですね、これはもう若い頃から先輩方、本の中で教えていただいて、実るほど神戸を垂れる稲穂かなって、これがもう私はもう座右の銘でですね、どんなにその年が増してもどんなに要は人として、偉くなったりどういう立場になってもですね、やはりいつも神戸を垂れる、頭を下げるということがやはり基本かなと。やはりこれにはですね、先ほどの掃除挨拶と同じなんですが、いつもやはり謙虚で素直、そして感謝の気持ちを忘れないということが、私は神戸を垂れるっていう人間として、人としていつも低姿勢、いつも基本でいろということが、私の中ではいつも思っていることです。はい、ありがとうございます。挨拶と掃除っていうものを自分の中で決めて実践されていると。掃除に関してはものの本なんかで読んだこともありますけど、この挨拶がね、4箇条あってと聞くと、川島先輩の普段の言動、集まりなんかでみんなに率先して挨拶するところとか、そのただこんにちはだけじゃなくて、この間あれだったよな、この間こうだったよなって、ちゃんとその人その人に合った言葉を添えて挨拶されてるというのが、なるほどこのことか、今日はあ、そういうことだったんだってことが用語があって、この対談させていただくと、尊敬している先輩方の中身がね、僕には覗かせていただくことになるので、非常に楽しみだと思っています。またその実るほど神戸を垂れる稲穂かなということですけど、これもね、やっぱりこの2つって僕共通することがあると思いまして、川島先輩はやっぱり人の中にいてこそ川島博之だと、とにかく全てのことが誰かを心配したり、誰かを思ったり、誰かと一緒にやったりってことが、全てほとんどのことの今日のコメントに隠されているような気がして、やっぱり人間川島博之というものに惚れる先輩も後輩もいっぱいいるのはよくわかるなというふうに思いました。素晴らしい言葉です。ありがとうございました。さあ次はですね、いよいよ我々の事業に関してでありますけれども、我々は日々花と緑いっぱいの街づくりプロジェクトを進めています。その中で企業や団体、個人の皆さんと協力して街づくりを進めてまいりたいと考えています。御社で緑化促進に関して、また美化に関して取り組んでいらっしゃることがあれば教えていただきたいと思います。はい、この前にラポールの店舗があるんですが、ここにいる3人の女性のスタッフがですね、毎日のようにこの花壇やプランター、そして車道と歩道の間にある花壇ですかね、このお花の手入れとか植え替えですかね、これを一生懸命、行っていただいてます。また先日も炎天下の中作業をしている姿を見て、もう本当に頭の下がる思いでした。そして本社とか日立の営業所の方、社員の方もですね、ひまわりをはじめいろんな花を植えていただいて、社員の皆さんが率先して、行っていただいてくれることに本当に感謝しております。また美化促進としては、25、6年前からですね、毎週火曜日の朝礼終了後にですね、会社の周辺のゴミ拾いを実施しております。また今年になってですね、会社近くの生ゴミ置き場、ゴミ置き場ですね、ここがカラスの被害があってですね、生ゴミをこう散らすカラスが出てきまして、社員さんがそっちこうゴミを集めてですね、生ゴミをこう片付けをしていることがあったんですが、一部の社員からゴミ箱を作ったらいいんじゃないかというような、そういう発案が出ましてですね、でまたそこの会社の前の道路はちょっと狭いので、小学生の登校時にですね、交通事故
の防止にもなるんじゃないかというようなことで、社有地内のところにゴミ箱を設置しようということで、社員がですね、手作りで、作成しまして、今年出来上がったところです。また近所の近隣の皆様方にも大変喜んでいただいているということなので、本当にそれは嬉しい限りです。まあ、後で機会があったらちょっとだけでも見ていただくとありがたいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。まずね、ほとんどのことが社員さんが率先して行動されて、自己立案、自己解決、自己実行という形でやられているっていうのが、まあ、素晴らしいことだなと思います。で、特に日々のね、お花もこうして見てるだけで、今日買ってきたのかななんて冗談で言ってたんですが、もう昔からこの花を育ててらっしゃるということで、それもボランティアで女性の方が暑い中も日立もここもやってるという形で立派だなというふうに思いました。また毎週火曜日の全体のゴミ拾いとか、まあ、周りの人はどう思うか分かりませんけれども、そのやってることに意味はものすごくあって、それがもう実践できてるっていうのは素晴らしいなというふうに思いました。またこのゴミっていうのはいわゆる集落の集積場ってことなんですか、ゴミ箱って。そうですね。じゃあ遠く別のところにあったものを、まあ、自分の敷地内に集積場を置いて安全に、また先ほど伺ったように創意工夫のもと安全に安心してゴミを捨てられる場所を自社の場所を使って、はい、ああそれは素晴らしい。これも社員さんのアイデアだってところがまたそうですね、面白いというか素晴らしいところだな。これも自発的行動によって地域に貢献するなんてなかなかできることじゃないので、素晴らしいことだと思います。まあ、これもやっぱり川島さんの社長としての日々の行動が社員さんを動かしているんじゃないかなというふうに感じます。ぜひラポクラブの会員さんにですね、我々もなんとか種や苗を手に入れたいと思いますので、はい、コキアやネモフィラなんかをお配りいただけるサービスを、ご提案いただければ何とかしてまいりたいと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いしたいと思います。はい、こちらこそ。次はですね、当プロジェクト花と緑の町に関しまして、こう我々まちづくり株式会社として、微力ではありますけれども、行動を続けているところでありますけれども、その環境プロジェクトに関して何かアドバイス、こんなふうにしたらいいんじゃないかなというようなアドバイスやアイデアをいただければと思うんですが、何かございますでしょうか。はい、ひたちなかまちづくり会社のプロジェクトの中でですね、鴨志田取締役が中心となって、行われているひたちなかたまり場がマイガーデンですかね、こちらの方でもコキアとネモフィラということで、私もお手伝いもさせて何回かさせていただきました。でやはりですね、秋には、これから来る秋にはこの町中が真っ赤なコキアでいっぱいになったりですね、春には青いネモフィラがこの町中あちらこちらにこう町中の中にネモフィラが咲いてる、そんなこう素敵な町になったら素晴らしいなっていつも考えてます。そのプロジェクトの中でも種を配ったり苗を配ったりしてみんなでね、こういうふうな形で盛り上げているんですが、少しずつ今町の中がそういう動きになってきたかなと思うんですが、これからもっともっとネモフィラでいっぱい、コキラでいっぱいっていうそういう町になったら素晴らしいな、そう考えております。はい、ありがとうございます。この活動ほどまさに草の根活動という名の活動はないような気がしています。でも諦めたら終わりなので、どんなに地道でどんなに微力であっても続けることと心に決めて皆さんのお支えのもとね、頑張っていられるということでございます。多分一発逆転の満塁ホームランを打つことはないんですが、毎日素振りの練習だけでも続けて人の役に立てるように、まちづくり会社のために、市民のために、企業行政も含めてこの町のためにこれからも頑張っていきたいと思いますので、身内ではあります、日々手伝っていただいているのは重々承知していますが、何卒さらなるご指導をよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。本日はネクスト川島の川島社長にお話を伺いました。はい、本日はネクスト川島社長からお話を伺いました。川島社長は情熱を持って仕事を愛して、地域を愛して、人を愛する人のように感じました。まさにその仕事は生活を
補うライフラインで、川島社長自身は人と人をつなぐパイプラインのような役割、これってまさにどちらの方もこの町にとってなくてはならない存在だと思います。まさにそこにあなたがいなければという人と感じました。本日は動画ご視聴誠にありがとうございました。